フランソワ・ユーベルフランソワ・ユーベルは、スイスの博物学者。彼は盲目であったが、助手、バーネンスらの助けを借りてミツバチに関する詳細な研究を行った。この成果は後に英訳され、ミツバチの生態記録として、未だに価値を保っている。フランソワ・ユーベルは16世紀のランドルフ・ユーベルから、数えて8代目の子孫であり、彼の一族には、博物学者が多い。 オーバのマリー・ユーベルには、進学上の膨大な著作があり、イギリスの日刊誌スペクティーターの翻訳、小録も行っている。フランソワの父ジャン・ユーベルは、フランスのフェルニー・ボルテールで長く、軍人をする傍ら、鳥の研究を行っており、その成果を、オブザベーションズ・シュールル・ボリュームでお画像としてまとめている。フランソワ・ユーベルは1750年、スイスのジュネーブに生まれた。 彼は15歳で病気となり、だんだんと目が見えなくなっていった。1776年4月28日に、マリー・リューランと結婚、子供に、ピエール・ジャンがいる。妻、マリーや、助手のフランソワ・バーネンスの助けを借り、ライフワークであるミツバチの研究をはじめとする、生物学の研究を行う。1831年12月22日、スイスのローザンヌで死去。 スイスの植物学者、オーギュスタン・ピラミュード・カンドールは彼に、懸命して、ブラジル原産の植物の一つを、フベリア・ビルマと名付けている。ユーベルは、盲目のため、助手のバーネンスに観察させ、その報告を解釈し、それをもとに次の試験の計画を立てる、という独自の研究方法をとった。ミツバチの研究では、 釣り金状のガラス容器の中でミツバチに巣を作らせ、観察したという。1792年、その結果を、ジュネーブで、ヌーベル・オブザベーションズ・シュール・レアベとして出版する。この本は1806年にニュー・オブザベーションズ・オン・ザ・ナチュラル・ヒストリー・オブ・ビーズの題名で英訳され、1821年には、第3版が出版され。 ミツバチの生態の観察記録として、未だに価値を保っている。ユーベルの報告によると、ミツバチは、カーテン状に広がった群れを作り、それぞれが、腹部の老線から蜜蝋を分泌する。それを複数本のリボン状につなぎ、さらにリボンをつないで、厚い壁とし、その壁を削って六角形の穴をうがつ。削り取った材料は再び巣の材料として活用する、というものである。 ユーベルはさらに、群れの巣分かれについても報告を行っている。蜜蜂以外の研究としては、スイスの牧師ジャンセネビエを手伝い、セネビエの著書 m エ M シュール L、インフルエンスデレール、エトセトラ、ダンラジャーミネーションの作成に協力している。その他、m エ M シュール L、オリジンデラシーグ、レトラ AM、ピクティットシュールサーテンズデンジャーズクカレントレアベ、ヌーベル、 オブザーブ、レル、英雄スフィンクスアトロポスという論文を残している。ありがとうございます。